こんにちは名古屋セラピストオフィス柴田敏夫です今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき誠にありがとうございますではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ それでは二百三十四回目の千本の句を見ていきます。今日は骨迷路に関する説問になります。九百三十三本目下牛長角これは丸になります。九百三十四本目前庭平行角これも丸になります。九百三十五本目半期間平行角これも丸になります。 本目内耳神経聴覚平行覚これも丸になります今日の骨迷論についてはテキストの図を見ながら覚えていただきたいのですが実は耳の奥の内耳というのは非常に複雑な構造になっているということですね。それで下牛というのは これはカタツムリのことです。ですからカタツムリのように渦を巻いている部分が下牛と言われます。それでこの下牛というのは聴覚を司ります。それで下牛から下牛神経という神経が脳の中に出ているということですね。それから前提と半規管はこれは平衡角体のこうバランスとか揺れですね。 そういったものを司りますそれで前提や半期間からは前庭神経という神経が脳に伸びていますそれで聴覚を司る下牛神経と平衡角を司る前庭神経これを合わせて内耳神経というということも覚えておいてくださいはいそれでは今日はこれで終了になります 私のブログへの読者登録をしていただけますと、毎朝の動画の更新を見逃すことがありませんので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまた、明日お会いしましょう。